岸優太の英語力がすごい。メンバーも驚くその秘密とは平野翔と神宮寺優太が語る岸優太の英語力の裏側。ファンも絶賛。岸優太の英語でのノーティーガールパフォーマンス。ガン優太、彼の名前を聞くだけで、多くのファンがその魅力に引き込まれる。彼はナンバーアンダーラインアイのメンバーとして知られ、その多彩さと努力かぶりで多くの人々の心を掴んでいる。 特に彼の英語力には目を見張るものがある。キンプリ時代からメンバー全員が英語の勉強に取り組んでいたという話があるが、岸くんはその中でも特に熱心に学んでいたようだ。彼は洋画を字幕なしで見ることで、自然な発音や表現を身につけていたという。これは一見簡単そうに思えるかもしれないが、実際には非常に高度なスキルであり、彼の努力と忍耐力を物語っている。 平野翔と神宮寺勇太、彼らはナンバーアンダーラインアイのメンバーとしてキシユタと共に数々の活動を共にしてきた。特に、キシ君の英語力に関しては二人とも深い関心と尊敬を持っている。ここでは、彼らの視点からキシユタの英語力について詳しく見ていこう。まず、平野ノについて考えてみよう。平野は、 ナンバーアンダーラインアイの中でも特に明るく元気なキャラクターで知られているがその裏には非常に鋭い観察眼と洞察力がある彼は岸くんの英語力についてキンプリ時代からみんなで英語の勉強の時間をとってやってるって言ってたしさらに岸くんは別に習いに行ったりちゃんと復習をやってくると語っているこれは岸くんがどれほど真剣に英語の勉強に取り組んでいるかを示している 平野自身も英語の勉強をしているが、騎士君の努力には特に感銘を受けているようだ。彼は、騎士君が洋画を日本語字幕なしで見ていることに対しても、ストイックですよね、と述べており、その努力を高く評価している。次に、神宮寺勇太の視点を見てみよう。神宮寺は、冷静で知的なキャラクターとして知られ、金プリの中でもひときわ落ち着いた存在感を持っている。彼もまた、 岸君の英語力に対する深い尊敬の念を持っている。彼は、キンプリ時代、皆んな英語の勉強はしてたみたいですが、ガン君の英語力は昔から素晴らしかったです、と語っており、岸君の英語力が特別であることを強調している。さらに、岸君がどれだけ努力家であるかについても、岸君は本当に真面目で自分を追い込んでまでもやりのける子です、と述べており、その真褒めさと努力家ぶりを称賛している。 また、彼ら二人とも、岸くんの英語力が彼のパフォーマンスにも大いに貢献していることを認識している。平野は、岸くんの英語の発音が美しいと感じたエピソードとして、アメリカのレストランでの出来事を挙げている。彼は、私が岸くんの英語綺麗だなと思ったのは、VS 魂で、アメリカのレストランに行った時おすすめの料理を聞いた時と語っており、 その場面で岸君の英語力が非常に印象的だったことを述べている。神宮寺も同様に、岸君の英語力が彼のパフォーマンス全体にどれだけ影響を与えているかを理解している。彼は、英語の発音は岸君の努力の賜物ですよね、と述べており、その努力が実を結んでいることを評価している。彼らの評価から見てもわかるように、岸君の英語力はただの言語スキルではなく、 彼のパフォーマンスやキャリア全体に深く結びついている。平野と神宮寺は、岸く君の努力とその成果を間近で見てきたからこそ、その英語力に対する評価が非常に高い。彼らのレビューは、岸く君がどれだけ真剣に英語の勉強に取り組み、その成果を発揮しているかを物語っている。さらに、彼ら二人が岸く君の英語力に対して感じている尊敬と感謝の気持ちも重要だ。平野は、 岸くんが他のメンバーに対しても良い影響を与えていることを認めており、皆んな英語の勉強はしてたみたいですが、岸くんの英語力は昔から素晴らしかったと述べている。これは、岸くんの努力が他のメンバーにも刺激を与えていることを示している。神宮寺もまた、岸くんの努力がどれだけ彼自身の成長につながっているかを評価しており、岸くんは本当に真面目で自分を追い込んでまでもやりのける子ですと語っている。 ある時、アメリカのレストランでおすすめの料理を訪ねた際、彼の英語の発音に感動したファンも多い。滑らかで自然な発音は、まるでネイティブスピーカーのようだと称賛された。彼の英語力は、ただ単に勉強の成果ではなく、彼の音楽的才能とも密接に関連している。高音で刻むように歌う彼の声は、まるでマイケル・ジャクソンを彷彿とさせるとの評価もあり、 その適応力と想像力は素晴らしいものがある。さらに、同じフレーズを楽しげに、あるいは悲しげに歌い分ける技術も持っており、これは単なる技術的なスキルだけではなく、彼の感受性と表現力の豊かさを示している。彼の英語力が特に注目されたのは、ハワイでのスカイダイビングの際のエピソードだ。現地の人々と英語で自然に会話する姿が放送され、 その発音の美しさと語彙力に多くの視聴者が驚いた。さらに、戸辺のハワイ企画でも現地の人々と流暢に話している様子が映し出され、日々の努力が実を結んでいることが分かる。彼の英語力は、ただの言語スキルではなく、彼の人間性や努力家であることを象徴している。ファンの間では、岸君の英語力を称賛する声が絶えない。彼の英語での歌唱は、 多くの人々に感動を与えている。ノーティーガールやマジックタッチといった楽曲での英語の発音は、ファンを虜にしている。彼の発音はただきれいなだけではなく、その歌声と一体となり、楽曲の魅力を最大限に引き出している。これは、彼がただ単に英語を話すことができるというレベルを超えて、英語を使って感情を表現することができるという高度なスキルを持っていることを示している。また 彼の英語力はコンサートやテレビ番組でも遺憾なく発揮されている。キンプリ時代のコンサートでは、英語のパートが非常に印象的であり、ファンの心に深く刻まれている。さらに、バラエティ番組ではその天然キャラが際立つ一方で、英語のスキルが光る瞬間も多々ある。特に、英語のクイズや料理番組での英語の受け答えは、彼の知識の深さととっさの対応力を示している。 騎士くんの英語力は彼の音楽的な才能とも密接に関連している。彼の耳の良さは音楽だけでなく言語習得にも大きく寄与している。ジャニーさんが騎士を見習えと他の JR メンバーに言っていたというエピソードからもわかるように彼の努力と熱心さは周囲の人々にも影響を与えている。彼の努力かぶりはファンのみならず同僚や業界関係者からも高く評価されている。 今後の彼の活躍が非常に楽しみだ。英語力を生かして、さらなる海外進出を目指すことも十分に考えられる。彼の夢に向かっての努力は、必ずや実を結ぶだろう。騎士君のように、目標に向かってひたむきに努力する姿勢は、多くの人々にとってのインスピレーションとなる。彼の物語は、ただの成功物語ではなく、努力と情熱の結晶である。 これからも彼の成長を見守り、応援していきたいと思う。そして、彼の英語力だけでなく、その人間性やパフォーマンスの素晴らしさも引き続き注目していきたい。彼の未来は無限大であり、その可能性は計り知れない。岸優太の今後の活躍に期待しつつ、彼の努力と情熱に敬意を表したい。岸君の英語力についてさらに掘り下げて考えてみると、 彼の学習方法やモチベーションの維持方法には学ぶべき点が多い。洋画を字幕なしで見るという方法は、リスニング力を鍛えるためには非常に効果的である。しかし、それを続けるためには、相当の集中力と根気が必要だ。岸君は、どのようにしてそのモチベーションを維持しているのだろうか。おそらく、彼の中には明確な目標と、それを達成するための強い意志があるのだろう。 彼の英語学習の過程は、単なるスキルアップのための努力ではなく、自己成長の一環として位置づけられているのかもしれない。また、彼の発音の美しさや流暢さは、ただ単に勉強だけで身につくものではない。彼の音楽的な才能が大いに影響している。音楽と言語の習得には共通点が多く、特にリズムやイントネーションに対する感覚は、 音楽のトレーニングを通じて自然に身についているのだろう。彼の歌唱力と英語力が相乗効果を生み出し、彼のパフォーマンスにさらなる深みを与えている。